スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をブラッシュアップしていただける、素晴らしい朗報もありますのでどうぞ。大迫傑、シカゴマラソン、日本新、2時間5分50秒、4つの理由とは？ 3-2。まずは、レースの選択だ。大迫は、初マラソンに、ペースメーカーのいない、ポストを昨年4月を選ぶと、トップ集団でレースを進めて、2時間10分28秒の3位と好走した。2レース目の福岡国際、昨年12月は、2時間7分19秒、当時、日本歴代5位。今回のシカゴは、2時間5分50秒と確実にステップアップしている。シカゴの3週間前には、世界最速レースのベルリンがあったが、ベルリンは、ちょっとペースが速すぎる。身の丈に合ったレースを選ぶことが大切だと思いますと、大迫はシカゴを選んだ。ちなみに、今回のベルリンは、エリウド・キプチョゲ、ケニアが、2時間1分39秒の世界記録を樹立している。日本人は、メジャーレースに参加したがる傾向にあるが、大迫は、トップ集団で勝負できるレースを選択して、優勝争いの経験を積むことを意識してきた。その結果、いずれのレースでも3位に食い込んでいる。過去3レースにおける優勝者とのタイム差は、ボストンが51秒、福岡国際が1分31秒、今回のシカゴが39秒。シカゴでは、ボストンで敗れたジェフリー・キリー、ケニアとケイレン・ラップ、米国に先着しており、世界トップレベルと戦えたという印象がかなり強い。次はタイムの遺跡。大迫に目標タイムを聞いても答えてくれない。なぜなら、タイムを目標にしていないからだ。今年7月に取材した時は、この数年は記録を意識して、いいレースはできていないので、どちらかというと勝負に徹して、記録のことは忘れて走るつもりです。持っている力を出すことができれば、好タイムは出ると思っていますと話していた。タイムがついてくるという考えだ。大迫がタイムを意識するのは、40km を過ぎてからになる。日本人は、腕時計でラップタイムを確認しながら走る選手が多い。これは、駅伝でついた悪い癖とも言えるだろう。駅伝は、基本、単独走になるが、マラソンの場合は、集団でレースが進む。ペースが速いと不安になり、遅いとイライラしてしまう。タイムを意識しすぎると、精神的に疲労してしまうのだ。なるべくストレスフリーで走り、大迫のように、終盤の勝負どころまでパワーを貯めた方がいい。みんなの声、しっかり、スピードの方にも意識を置いてトレーニングしてるよね。他の日本の選手の場合、普段から一定のペースだけで走り込んでいると、マラソンでの多様なペース変化には対応しにくいし、自分のペースを乱すことへの不安感も持ってしまうだろうしね。タイムもすごいが、世界で勝負できているのがすごい。他のスポーツと比べてはいけないかもしれないが、もう少し報酬高くてもいいのでは？マラソンはもはやトラック競技の延長線上にある。トラックでよくあるペースの急激な上げ下げへの対応力、そして何よりも絶対的なスピードが必要になる。その資質がある日本人ランナーは大迫以外にはいない。正直、したら他のランナーは従来型のマラソンランナーだと思う？その分、大迫選手には期待しています。5000、1万とマラソンは別競技だと思っていたが、相性いいのかな。そういえば、福士も世界選手権でメダル取ってたよね。ただ、大迫を長く見てきているが、この選手は今までの陸上の選手の中でも別格。おっしゃる通り、したらとあまりタイムは変わらないが、一段上という評価は正しい。大迫選手が日本記録を出せたのは、アメリカに行ったからでも、シューズのおかげでもなく、それだけの素質を持った選手がそれなりに努力した結果ということ。見るからに足も長くてバネがありそうだし、黒人選手にあまり見劣りしない。これまでの日本人にはいなかったタイプ。
プロ種目だったら何年に一人の逸材と騒がれるレベルの選手だと思う？その点、設楽選手はひょろっとしてて頼りなさそうで、人は見かけだけで判断してはいけない見本だと思う？今から来年の東京マラソンが楽しみ。旧レジェンドたちがこぞって月間 1000km の走り込み必須みたいな提言をしてきた中、明らかに今の選手たちは独自の信念に基づく練習を重ね、結果を出してきてることが素晴らしい。それにしてもこれでまたナイキの靴が売れるな。駅伝があるから高校や大学卒業に走ることを職業にできる選手が他の陸上競技種目の選手より多いんだと思います。箱根駅伝に憧れて長距離を選ぶ子どもたちは多いはず。悪いことだけではないかなと思います。大学生の頃から才能はここ数年の十数年の中じゃずば抜けていた。そこに本人の上のレベル、環境を目指す意識もあったから大迫の日本死んだせないわけがないと思ってた。逆に設楽が日本死んだすとは思ってなかったけど、かっこ笑い。東京マラソン楽しみですね。設楽も練習では長距離を走らないと聞く。この2人のアプローチからの功績を陸連はどう捉えるのか。見直さないと置いてかれちゃう。まあでも設楽が活躍してくれて実業団は胸をなで下ろしているだろうね。大迫だけだと実業団は相当批判されてただろう。大迫選手は顔もイケメンだし走りもかっこいい。真似をしたいところだが中年の市民ランナーには厳しいかな。練習に対するひたむきな姿勢を見習おうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。